こんにちは、今回はレオニダス・バハムート、やっていきたいと思います。まあ、序盤はユニコとか、ヒーリングエンジェルの卵とか、ホワイトパラディンとか、まあ、そういったフォロワーで、回復しながら、まあ、守備を固めつつ、高い高いって盤面を取ったり、この剣に誓う我らと勝利の栄光をとか、まあ、椿とか我が連鎖お受けなさいとか、まあレオニダスかバハムト、とりあえず文句なしに、序盤から終盤までこの滑らかな動き、アイスクリームのような動きができるからまあ、シャーベットとはちょっと動きが違うんやけど、まあ、例えるならばエッグトマトの汁ですよまあ、ちょっとやっていくか。マスターポイントは448と、まあ、特にまあ高くはないんですけど、小賢しいなあ。まあ、とりあえずレオニダスからバハムートを展開して、バハムートが突進持つのかな、持たないのかな、よくわからんけど。マグロネクロがまあ主流やけど、まあ、オーレリアとか、まあ、ヒーリングエンジェルとか非常にまあ守備力が高い、回復デッキやから序盤は結構関係ない。だから今までの従来のロイヤルの、なんかスリーブ似てるな。スリーブが全く一緒やな。まあ、好みが合ってるって感じか。従来のロイヤルの、考え方と全然違う。普通のロイヤルっていうのは、まあ、兵士フォロワーを出します。で、指揮官で強化して、バンバンいっちゃう。ばっこりいっちゃうっていうデッキなんですけど、このデッキはちょっと違くて、兵士フォロワーとかそんな関係ないんですよ。レオニダスを出せば勝ち。バハムートを出せば勝ちと。まあ、そういうデッキになってるので、小賢しいな。まあ、ネフティスネクロにも非常に、対抗できて、まあ、エミリアとか、オーレリアとか、非常に守備が高いから、まあ、序盤は心配することない。で、終盤もアレキサンダーとか、非常に、頼りになるフォロワーがいるので、小賢しいな。まあ、エミリアを、壊さない出して、では進化かな。とりあえず、闇の従者とかいうね、ロード・オブ・ザ・リングの卵は、ほっとくと。とりあえず4点ダメージ入りました。あと、だから5分の1削ったって感じか。さあ、ゴコスは。まあ、ケルちゃんかな。まあ、ケルベロスが、小賢しいな。小坂の秘密、で小坂氏まあ次のターンはすっごいすっごいから、まあホワイトプラン、あ、待てよ、すごいすごい出して、まあこれ強いな、相打ち取れるってで、おっさんを出して、で、進化をもう惜しみなく使っていく。で、終盤相手ね、ネフティスで、まあ、ウハウハ気分になると見せかけて、レオニダスおるしな。だからこう、ミッドレンジの試合ってやっぱ、カードゲームとしては楽しいわ。超越とか思んない。超越アグロは、小賢しい。まあ、アグロは対応できんねんけど、超越は、完全にネフティスネクロの、動き方やな。まあ、オーリリアもいるしね、ここはまあ、ホワイトパラディン出しちゃいます。はい。まあ、進化権残しといてホワイトパラディン使えば、死後を受けてだいぶ強いんですけど、まあまあまあ、オーリリアもいるしな。アレキサンダーもまあ、次のダウン出せるんで。で、小賢しいな、小賢しい。オーレリアか。まあ、素出しでもね、いいと思います。まあ、プレミアを大釜しといて。もうちょっとオーレリアね、プレミアがね、もうちょっとなんか派手やったら嬉しかったな。こんだけね、可愛い顔してて。小賢しい。うわうわうわ小賢しいな。小賢しいエッグトマトやわ。ちょ、待って、これやばないか。まあ、フロフェンか。まあ、ここはアレキサンダーを、ジュワしてんで、攻撃して、
待って、死んでいっただけ、死んでいったぞ。待ってくれ、8個数同じ。うわぁ、エッグトマトやなぁ。うわぁ、ちょっとひえ、やばいなぁ。なるほど、なるほど。ただ、ここはまあオーレリアを、チュワして、フロフェンを、チュワして、あまあ、アレキサンダー今の取ってればだいぶ強かったかな。まあでも、オーレリアプラスフロアフェンサーもだいぶ大きいから、まあ、どうやろ、今の動きどうやったんやろな。あレオニダスにな、アレキサンダーの能力ついてたら面白いのにな。全部突進で破壊しつつ、ラストワード、なんとかの意思。あんで裸しいな。まあ、まあ、5点は不正だとんで。10コスはどう来るか。まあ、ネフディスがおればね、フローラフェンサーとか多分無理に相打ち取って、やってくるんでしょうけど、まあ、こっちなら、ね、フロンタガールジェネラルおるしな。ほんでおーで小賢しいなぁ。んでうわやばないこれ。あーじゃあここはレオニダスを出して。あかんわこれ全然ダメだわ。モルディカイがな、やっぱ除去できないから、こうミッドレンジ型というか、長引く試合において、非常に不利になる。出されてしまうと。ちょ、もう一回やるか。20ルピーもらったしな。納得のいかない試合やな。さすがってとこやな。いや、モルディカイはさすがやな。ただ、モルディカイで、非常になんか今の試合でも、厄介やったやん。で、まあ、あのビショップに、イージスっていうフォロワーがいるんですけど、あれモルディカイの上位互換で、まあ、進化したら10点、まあ、進化しなくても8点あるから、それ考えると、エッグトマトの汁がこぼれそうになるというか。やばいよな正直。モルディカイが強いから、まあモルディカイが強いから、あーイージス多分ぶっ壊れやろうな。急ごせやしな。まあウィッチも並べてくるデッキにはエミリアも強いしな。で小賢しいな。ちょっと今のさっきの試合アレキサンダーがな微妙やったよ気がするな。で未だアレキサンダーのプレミアは見たことないですね。どんな風になってんやろうな。気になるわ。まあランサーでいいかな。でおそらく今の感じから見ると超越の可能性が高いな。だから超越にはフローラルフェンサーが強いから、で小賢しいな。なるほどなるほど。まあユニコ出して、でもどんどん顔いっちゃいましょうか。顔どんどんいっちゃって。で次のターンフローラルフェンサー出して展開していく。でまた3体ぐらい出してきたらオーレリア5個捨て出せばいいから。で、で4コスはゲイザーを出します。で2コスはこれ2コス出さんかったらだいぶ相手きつくないか。エンスナー打ちます。で小賢しいな。無駄やんか。フローラルフェンサーをジュワして、進化使って、これだいぶ有利やな。この盤面から負けたらシャドウバース引退するべきやなと思ってしまった。圧倒的な火力やな。さっきもこんな試合ができたらね、ベストやったけど、ちょっとアレキサンダーがな、ちょっとネタに走りすぎたっていうのがな。ドロシーでな、ちょっと1点も削れてないっていうのは相当厳しいと思ってて、まあ、アレキサンダーがな、やっぱドロシーに刺さるんですよね、8コスとはいえ。3体並べたオーレリアで能力選択できたら死を持ってるから、小賢しいなぁ。でなるほど。まあ、オーレリアを、ジュワさないでエミリアでいきます。まあ、ゼロコスにはならないんですけど、まあ、5、6なんで、なかなか強いかな。オーレリアはやっぱり、3体出してるときに、しかも進化権がないときに出せば、ほぼ相手積むので、まあ、5コスやからといって5コスを出さなければいけないというルールはないから、さあ5コスは。まあ、そろそろドロシー来るかな。
まあ、敵ん時だけ毎回ドロシーが来るっていうのはちょっと気に食わへん。あーで進化で相打ちしたら小高しいぞ。あーで小高しいだ。これもしかしたらドロシー出てくるのかな。相打ちで、あー初心者で。なるほど。あーフローラルフェンサードワして、あーメイドリーダーをドワして。フロヘン進化これだいぶ厳しいと思うな。レオニダスか、まあ、できればネタとしてね、レオニダスバハムートを、まあ、やりたい。あーちょっとよくわからないですけど、レオニダスが突進を持って、3プラスあるか18の失踪進化したら。あー必死やな。あー塾に必死やがやばいぞ。毎回出てくるな。なんか自分が使った時はドロシーが全然出ないのに、相手が使った時だけドロシーが湧くからな。あゲイザー出しますんで、4コスは、まあ、アレキサンダーがだいぶ強いと思ってて、まあ、6ラナ突進っていうのがすごいと思うわ。ゴーレム出しますんで、小高しいだ。じゃあここはもうオレリア出して、でサブリーダーゲルト出して、でまあナイトで攻撃して、これ攻撃と。これだいぶ厳しくないか相手。あ次のターンアレキサンダーでほぼ枯れるから。アレキサンダー結構強いって個人的には思ってるけど、もうちょっと7コスやったら強かった。あ、まあ、8コスでも強いんですけど。で小高し、小高し。やばいな、展開力がほんまやばいわ、ドロシーウィッチは。あまあ強いからな、みんな使いたいよなこれは。、うん、使いたいっていう気持ちはようわかるわ。強すぎエッグトマトやからな。でただ運命の導きを入れてる型のドロシーウィッチは久しぶりに見たな。で破壊取ってこのかな。火力がえぐいな。あーで小高しいな。でただアレキサンダーで全部取れるよな。アレキサンダードワして、あーと7やが守備やから、まずこいつ取って、あ終わったわ。あれ3から取って4で、あーゲイザーから取ってたら3で4点体力残って、ゴーレム取って、あーまあいっか。あーで、あーまあハムとおるし、フローガードガードジェラおるしな。そんなまあ、うん、ピンチではないやろ。なんで小高しいな。でやばやばいな、ちょっと今のミスが大きく響いてくる気きそうやな。とりあえず渾身打って、でまあフロントガードジェネラル出して、まずいなこれ。あれゴーレム残ってなかったら、もしか勝てたとかそういうオチになるんかな。だから次のターンバハムートで全てを除去することができるが、あ3,4,5,6,7 でゴーレムが一体残って、あでも耐える。えぐゼロコスドロシーの10コスで5枚のカードを使ってくるのはエッグトマト弾けるな。まあ、死の舞踏があったら負けかな。あーんで、で、あー取ります。これ負けたか？あー2点取ります。で、あまだ残るのかな？あーで、で2点が入って4点が残るから、刃が2体打ったら負けか。あーんで、フラグを回収していくのが私の。あーで、刃、あーん。刃って6コスやった。あーんで、あと1点残るやったで、マジックミサイル終わりか。まあバハムート次のターン出すしかないんやけど、あー厳しいな。1点っていうのかな。エンジェルスナイプ、まあこれ出します。でこれで耐えることができたら、もうヒーリングエンジェルユニコを出して、あーもうちょっと回復カードが来ればどんどん回復でなんとかいけること、エンスナイプ来んやろ。小賢しいで、それ。あれ、ないパターンかな。ま、さすがにな。あーんで。ま、とりあえず、ヒーリングエンジェル出します。これ、いや、ちょっと安心して。ま、ユニコは確定かな。出して。で、バッハムートで攻撃します。すごい、すごい。
を出して、こっちかな狙って、ナイトを2台出す。よし、これまだ大丈夫な気がするぞこの場面やばいな。ロイヤル、ロイヤルでこんだけやっぱ10個で展開できない強みやな。んで2点が入る、あんでもう無理やろ私の負けまあまあレオリダスがまあ手札2枚あった、まあ3枚あったらネタとして面白かったけどな。あ、また20ルピかということでね、弱くはないのかなと思いました。まあ、ドロシー1のまあドロシー3枚、耐えることができたから、まあ1戦目の試合はあ、ちょっとレオリダ、アレキサンダー出すのがちょっと小賢しかったな。